こんにちは。気になる男の279話になりますかね。前回タカさんからのメッセージで、商売とはどういうことかとかね、集客とはどういうことかってことをお話しいただいたと思います。そうですね、駅前でティッシュを配る仕事っていうのがあると思うんですよなんかね、こう駅前でティッシュを配って、この空箱1個全部配ったら終わりですよみたいなね。それで、3時間とか5時間とかかかるんですけども、3時間だろうが5時間だろうが終わったら日当発生ってことでね、7000円ぐらいもらえる、そんなバイトがあるわけなんですけども、さあこのバイトをしようとする人ね、このティッシュを配るってことの意味を理解してやるでしょうかってことなんですよ。大抵は理解してないでしょうね。配る作業に対してお金をもらおうと思うから、例えば受け取る人がこう目の前を歩くときに受け取らせるテクニックっていうのをね、開発するんですよね。どんな人が受け取ろうとあんまり関係ないんで、小学生だろうとご老人だろうとポン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 渡すことになると思います。でも駅前でティッシュを配るって、本当に事前事業でティッシュを配ってるわけじゃなくって、ティッシュの中に広告が入ってるはずなんですよ。例えばヘアサロンオープンとかね、それから飲食店オープンとかね、そんな感じのオープンを知らせるためのティッシュ配りだと思うんですよ。でティッシュってのはほとんどの人が使うんで、受け取ってもらう確率が高いと。受け取った後使いながら広告を見る可能性が高いんで、広告効果が出るってことになりますけども、さあ果たしてですね、例えば私の場合は麻雀店をよく例にとるんですけど、麻雀店を広島市の中区本通りっていうところでオープンした時に、当然ティッシュも配ったわけなんですよ。どこで配ったか、本通りで配りました。本通りっていうのは1日に数万人の人が行き来するところなんで、ティッシュを配るとそこを通る人が来店する可能性ね、もう普段通ってるわけですから可能性高いわけじゃないですか、これが全ての失敗の始まりだったんですけどね、だから店舗の前でティッシュを配るとなんで失敗するかってことなんですよ。どういうことでしょうかこれは。一見するとおかしくないような気がしますよね。でも私のやってる業種が麻雀店であることを考えたら、店の前でティッシュを配ることってのは何ら意味をなさないってことに気づかなければならなかったんですよね。どうしてか、どういうことか。そうなんですよ、本通りを歩く人ってすでに目的が決まっていてね、行くところがあるから便宜上そこを通ってるだけであって、別にショッピングに来てるわけでもないし、買い回りをしてるわけでもないし、暇だから来てるわけでもないんですよ。そこなんですよね。ですんで、よしんば麻雀店のティッシュを受け取ってくれたからといって、麻雀店があることは分かるけども普段忙しいから来れないよねで終わってしまうんですよ。じゃあですね、どんな人にこのティッシュを渡せばよかったか、それは暇で家から出てこない人なんですよ。だからティッシュという戦略は間違いだってことに数年して気づいたわけなんですよね。じゃあどうすればいいか、在宅ポスティングですよね。しかも 1DK とか行って 2DK までに限った単身世帯の男性のところにポスティングをするということなんですよ。そうすると普段部屋から出ない一人暮らしの男性が、予定もないしバイトに行って帰るだけ、ちょっとお仕事行くか学校に行くかみたいな感じですよね。大半暇を持て余して部屋の中でゲームをしてる、漫画を読んでる、そういう人こそこっちにおいでよっていうふうにお誘いが必要なんですよね。そうすると誘い文句も変わってきます。お店の中にはどんな人がいたら行きたくなるのか、人の配置の問題もありますよね。そういうふうに考えていくのが商売なわけなんですよ。じゃあ駅前でティッシュを配るっていう活動が、私たちインターネットを使ってるものにしたらね、何に相当するかっていうと、例えば YouTube で無料動画をたくさん作るってことになります。最終的には麻雀店に来てほしいわけですから、じゃあ配るティッシュっていうのは麻雀にちなんだものじゃないとおかしいですよね。しかも麻雀ができそうな人に配らないといけないんで、麻雀をしそうにない人にティッシュを配れば無駄になるんですよ。さあポスティングの作業を仕事と思ってる人、そこまで考えてやるでしょうか。やらないんですよね。少なくとも私が今お話したようなことを含ませた上で、ティッシュをただ配るんじゃないよと、お客さんになりそうな人をちゃんと見分けて配るんだよっていうふうにレクチャーしないと、そのバイト代は払えないよってことになるんですよ。でも実際誰に配ってるのかこちらで監視してるわけにいかないんで、適当に配られてもしょうがないんですよね。だからティッシュを配るのを他社に任せられないんですよ。私オーナーが自分で配っていったってことになるんですよ。で配った結果、
受け取ってくれる人、そして来店しそうな人が選別して配らせてもらってるんで、実際に来店した時の喜びっていうのはね、ひとしおなわけですよ、うん、でやっぱりこう来店した方もね、ティッシュを配った私を当てにしてきてくれますんで、あ、この前ティッシュもらいましたみたいな感じで和やかに会話がスタートするみたいなところですよね。まあ動画をいっぱい出してる中で、うん、やっぱりこう無料動画をね、例えば他社の動画を自分のアカウントで出しても、他社が視聴者さんとの関係が深まるだけで、アカウントを作ってるオーナーさんとの関係が縮まるかどうかっていうのはまたこれで分かんないわけですよね。でそういう意味で他社の動画を自分のアカウントで紐付けて発信することはやっぱりちょっと慎重にならないといけないかなってところありますね。ともすれば自分の視聴者さんがその他の人の動画に流れていくこともありますんでね。でそういうことをいろいろ考えながら動画っていうのを作っていくと、最終的にどこに持っていきたいかっていうところとこう一気通貫になっていく、まあ、そういう関係を作っていくのが集客であり、そして商品にたどり着いてセールスをするっていうふうな一直線上に乗るわけなんですよね。であとね、ビジネスのことについてですけども、ビジネスってお金を稼ぐ手段っていう概念は間違えてはいませんけども、実はね、困った人を助けるためにわざわざビジネスを作っているわけなんですよ。ここはね、本当にこうどっちで捉えるかによって扱うビジネスのこのマインドっていうかレベルが変わってくるわけなんですよね。ただお金を稼ぐためだけにビジネスをやってるんですよが違うんですよ。やっぱりね、自分のサービスによって問題が解決した人を見たいわけなんですよ。プラス本当にここまでしていただいてありがとうと、もう言葉では言い表せないんでとりあえずお金だけは受け取ってくださいっていう形でありがとうで払っていただけるってことですよね。だからね、払いたくないけども仕方なく払うみたいな感じになったら、これはもうすでにね、ビジネスが失敗してるんですよね。そうではなくって、うん、こんなもんでよろしかったらみたいな感じで2割増し3割増しぐらいで、気持ちとしてはね、お支払いするって形が取れるといいかなと。で私は29万8000円っていうね価格が好きでよくつけるんですけども、この溢れた気持ちのある人って30万きっちりで払うんですよね。まあそういう計算をして、まあ言ってみれば支払いによっても人を測ってるところがありますし、でいい関係を作ろうと思ったら当然ですけども、いい商品を案内しなければなりませんし、うん、少なくとも、うん、こんな人になりたいなっていうふうに思わせるような自分の人格もこう投与していかなくちゃいけないってことになりますね、うん、で片方では厳しく白黒つけるところもいると思います。曖昧な表現ではなくって、こういう人はいなくていいよとかね、こういうものは邪魔だよっていうふうにはっきりさせることによって、言ってみれば視聴者さんが決断に迷った時に、久保さんがこう言ったからっていうふうに私のせいにできる、私のせいにしながら自分の決断ができるっていうところも残してるわけなんですよ。で前回の動画で仕事を辞める人の大半の理由が人間関係っていうでしょ、うん、だから人間関係で辞めるっていう決断をした人が職場を離れるのとってもいいことだって私は思うんですよ。だって人間関係を乗り越えてその難しい中でも仕事をやっていこうっていうふうなマインドを持った人はそこに残ってるわけですからね、まあ、つまりこれが自然淘汰って言って、その職場の環境がまあノルマにしろ人間関係にしろ勤務時間にしろ何かで問題がある人はこう辞めていくから企業が存続するわけなんですよ。だからなんかね、辞めた人はね、人間関係さえ良かったら辞めないのにって言うけど、じゃあその人間関係が悪いと感じたのは誰ですかって、あなた一人ですよってことですよね。他の人は悪いと感じたら修復する力を持ってるから業務をきちんとやるわけなんですよ。だからこの辺もね、なんかいつも自分は被害者面みたいな人がね、うん、なんかこう市場に溢れてしまっているのかなとも思いますし、そういう人が引いては客の立場を利用してお店とか会社に対してクレーマーになっていくっていうね、まあ、そういう生産性のない発散の仕方をしてるんではなかろうかと思うわけなんですよ、うん、やっぱりね、まあまりにもひどい時にはね、ケチをつけることもあるかもしれませんけども、大抵の場合は職場の人間関係っていうのは、うん、なんか自分の対応次第で、ね、丸く収めることが可能なんですよね。で職場っていうのは仕事をうまくやっていこうっていう共通のミッションがあるわけなんですよ。で共通のミッションがあるってことは最終的にはそこで一致することができるのに、そこですら人間関係でねうまくいかないってことは、まあやめて正解っていうかね、お客さんはもっと強い要求してくるわけじゃないですか。じゃあ職場の中で人間関係に悩んでる人はお客さんの人間関係なんてとてもじゃないけど扱えないから、早く辞めた方がいいっていうことになって、実際に辞めた人は人間関係がどうとか言うから辞めて正解だったよねってことなんですよね。そして
人間関係は誰かが勝手に丸く収めてくれるわけじゃなくて、自分でうまくいくように折り合いをつけていくものなのかなと思うんですよ。それに尽きるんじゃないかなと思うんですよ。で、片方では圧倒的な実力を見せつけて逆らえないようにしていくとかね、それから厄介な人間になりきることによっていい人であることを捨ててね、ドメスティックに人間関係を突破していくとか、で下手にいい人でいようとするといい人でいれることの限界っていうのは結構ね、扱いきれない人が多いんで、自分が辞めるしかないなってことになって、まさにそれが一番の正解になっちゃうんですよね。そもそもその人間関係がダメな人ってじゃあ誰とだったらうまくいくんですかってことになった時に、多分幼い頃私は両親ともうまくいきませんでしたとかね、兄弟姉妹ともなんかいさかいが絶えませんでしたとか言って、結局ねなんか自分は真っ当なのに他の人が悪いから人間関係が築けなかったんですっていうことになっちゃうんですよね。本当にそうなんでしょうか。問題の中心にいるのは一体誰なんでしょうか。そう考えると、まあ、回答ってのは非常に簡単に出てくるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、そもそも自分が気に入れば人間関係が良かったっていう判断がどうなのかなと思っちゃいますよね。人間関係良好だけでもあなただけが機嫌が悪いみたいなこともあると思いますんでね。ちゃんちゃんですね。この辺にしときましょうか。あ、それでね、こんなことグダグダ言ってもしょうがないんですけども、ビジネスするときにやっぱり人のためになりたいと思って始める動機が多いのは皆さん共通だと思うんですけども、まあそこまでしなくていいかとかね、まあめんどくさいなとかね、どうせ大したお金にならないしっていう思いが多分全部をぶち壊してビジネスを誤解させてるんじゃないかなと思うんですよ。よくねボランティアに参加した時に言うんですけども、ボランティアで何か失敗をしたりとかね、思うような結果が出なかった時に、まあでもボランティアだからねっていうふうに言ってお互いを許し合う場面があるんですけども、お金をもらわないんだったら適当にしてもいいっていうのがボランティアっていう解釈がおかしいなと私は思うんですよ。お金はもらわないけども、お金をもらってる人以上の責任を果たして信用されるからボランティアってやる意義があるんじゃないかなと思うんですけどね。金にならないからやらないっていうんだったら、こんななんか意地汚いことはないと思うんですよ。もちろんそれを選択する人が大半だと思いますけどね。でもそうなるとすごくねおかしいことが起きるんですよ。家族ってものはお金にならないじゃないですか、どれだけ尽くしても。でもお金もらえないのに尽くしますよね。でも他人っていうのはお金をもらわない限りその人のために何かやることはないですよね。でこの辺考えていくとね、本当にこう考えていたことって筋が通ってるんだろうかとかね、結局は後付けの方便ばかりでやってるんではなかろうかってことに気づくわけなんですよね。はい、ということで、まあビジネスをやってるというふうな言い方を私はしますけども、基本的にはね、他者と関わるときに無料ではできないなと思いますね。家族との時間を後回しにしてやってるわけですから、でこの意識がビジネスなんですよ結局。例えば趣味事をするにしても、その趣味事でお金を稼ぐだけじゃないんですけどもね、大きな益を得ない限りはそれは本当にただ浪費してる趣味なんで、家族をほったらかしにするほどの価値はないかなっていうふうになるんですよね。ここからはねまた別の動画でお話しすることがあると思いますけども、自分が一体どこを向いてるのかってことはとりあえず確認しながら進めないと自分自身で迷子になっちゃうのかなと思うんですね。ということで、ちょっと難しい話になりましたけども、この辺にしときましょうか。はい、じゃあ、気になりだしましたね。また300話まであと少しでございます。お疲れ様です。